おはようございます。ヒガです。4月10日水曜日朝6時です。昨日の大和代表の国会質問、見事でした。沖縄の基地問題を取り上げてくれました。沖縄県民拍手喝采です。それにしても、公明党出身の副大臣、呆れ返りました。官僚が作った作文を朗読するだけの大臣でした。それならば、私にだって副大臣は務まります。中学1、2年生であれば、誰でも副大臣は務まると思いました。まず現場を知らないんです。これで副大臣が務まる。沖縄の小学校、普天間基地、嘉手納基地の爆音、これ恐ろしいんです。私の家は普天間基地から車で10分ぐらいのところにあります。時折オスプレイが私の家を、上を飛んでいきます。かなりうるさいです。ですけど、まあなんとか我慢できる範囲です。ところが、普天間基地近くはとんでもありません。クラクションを鳴らしている音のレベルなんです。文部科学省の基準の2倍以上なんです。それで子どもの教育環境がいいはずはありません。そのことについてどう思うかと聞かれても、文部副大臣のらりくらり交わしていくだけです。本来ならば、それは許されません。文部科学副大臣として沖縄の子どもたちのために死に物狂いで頑張っていきますって言うべきでしょう。そんなこと一言も言いません。公明党は現場主義、現場主義とは言います。これが現場主義の副大臣でしょうか。公明党は沖縄の平和のために尽力していますと言います。現場主義に徹底していますと言いますが、私は辺野古の座り込みに参加して8年ぐらいになります。その8年間の間で、辺野古の現場で公明党の市会議員、県会議員、国会議員、会ったことは一度もありません。現場に来なくて、クーラーの効いた、空調設備の効いた部屋で政策を考え、ふざけんなよと言いたくなります。現場を知らないで書いた作文など何の価値もないと思います。まあ最低でも地方議員の皆さん、しっかりしてくれよ。宜野湾市の市会議員は3名います。沖縄全体で地方議員は25、6名はいると思います。宜野湾市の市会議員、何人かは私がよく知っています。男子部時代一緒に頑張ったメンバーです。沖縄の、委員長、幹事長、よく知っています。同じ創価大学でした。創価大学の先輩でした。ちゃんとね、こう沖縄の公明党の地方議員さん、しっかり国会と国会議員と連携を密にして、沖縄の今の現状をしっかり伝えてください。でも無理かな。現場にも来ない公明党。どうなんだろうな。本来ならば文部副大臣、これは許されることではありません。
このような状況では子どもの教育環境は破壊される。沖縄のために文部副大臣として戦っていきます。アメリカに対して断固抗議しますと言ってほしかったです。そんなこと一言も言いません。のらりくらりかわしています。本音はそうは言ってもね、子どもたちのことを考えると本当にどうにかしたいんだけど、自民党に逆らったら政権与党に入れないんじゃない。だからごめんなさいね。沖縄のことはほっときます。沖縄のことはちょっと勘弁して。自民党はアメリカの言いなり、公明党は自民党の言いなり、それでうまくまとまっていますと言いたいんでしょう。ふざけるなよ公明党。何のために政治をやってるんだよ。何のために4000万だっけ、国会議員の給料をもらってるんだよ。なんか腹立たしくなりました。私の YouTube しっかり、創価学会員さん、沖縄創価学会員さん、議員さん見てますんで伝えました。反論お待ちしています。さあこれからスタンディング頑張って行ってきます。